どんなにうまくやってきても YouTube がドワンゴと全く同じシステムを世界中でやりだしたら、多分ドワンゴは1年持たないんですよ。絶対に倒産します。ストレートに考えると、無料のお客さんがいっぱいいますと。でおっしゃられてたものは、この中のロイヤリティっておっしゃってたの、つまり忠誠心が高い、それに関してお金を払ってもいい、自分があえて一部負担してもいいというお客さんが飛び出して、まあロイヤリティ高いで、これで有料っていうのを支えると。でこれがどっかに限界があるに違うかなという話でしたよね。でこれはね、こういうふうなところにまで抽象化してしまうと分からなくなっちゃうんですよ。これら全て具体的な問題、これは全て同じなんですけども、別にお笑いでも音楽でも落語でも歌舞伎でも全部こういうふうになってるわけですね。無料の客が膨大にいて、その中の一部が有料になると。ではこれを成功させるにはどういうふうにすればいいのかっていうと、多分大雑把に考えてですね、パターンが2つあってですね、まずこの無料の拡大なんですね。この無料客をどん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 増やしていく、これを一般にメジャー化と言います。ですね、この無料客がその1万人しかいないのが100万人になれば、同時にこのロイヤリティ高い目の有料のお客さんもその比率に応じて増えるはずですよね。でドワンゴはこれでやってたんですよ。ところがこれがうまく作動しなくなってきた。それはなぜかっていうと、もう一つの増やす方法があると。これは何かっていうと、客層を変えるということですね。ここまでは無料客という名もなきその個性のない人なんですけども、実は違うんですよ。こう同じようなもんで見たらですね、ビジュアル系バンド、と宝塚と、使ってこれでよかったかな、まあいいや。であと何でしょう、歌舞伎と、はい、これのそれぞれの差は何かっていうとですね、ビジュアル系バンドの無料客、宝塚の無料客、歌舞伎の無料客というのはそれぞれいると。で、それぞれ、まあ、無料客これ少ないですよ。で少ない中から有料のロイヤリティが出てくると、これも同じやとしましょう。はい、ビジュアル系バンドはテレビとかにあんまり出れないですよね。なのでライブを友達から聞いて、じゃあ行ってみようかというふうな形で、なんか行ってみて好きになると。もともとこの無料客が少ないところなんですけども、この有料客になるにしてはですね、この客層がですね少なすぎるんですね。で同時にこのビジュアル系のバンドっていうのはお姉さんたちですから、ですからこのお姉さんたちの収入によっても違うわけですね。でこことこことって同じように支えてるのが女の人ですね、まあ、こっちも多分 そうなんですけども、この人たちの こいつらの具体的に言えば収入差なんですよ。これがこの層を変えるということですね。ドワンゴが拡大してもあまりロイヤリティ収入が増えないというのは、拡大すればするほどその貧乏人が増えていくからですよね。具体的に言っちゃえば、そのこれまでも中学生高校生が中心にして、そのニコ生とかニコ動の会員を増やしてきたので、こっから先どんどん客が増えたら社会人も増えてくるやろ。そうすると社会人が増えてくると、どん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 客層がお金持ちになってきて、ロイヤリティモデル内でいう有料でもええから、豊かな回線ですね、つながりやすい回線で契約する人間が増えるやろというふうに思ってたのが、まだまだまだ無料の客しか増えないわけですね。その無料の客というのは回線がつながりにくいという文句しか言わないわけですね。でそうやってるうちに YouTube がどん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 ニコ生みたいなことをやりだしてるわけですね。でニコ生、ドワンゴは国内ではほぼ無敵なんですけども、世界で見たら
まあもう勝ち目がないわけですね。だからその意味で言えば、この間またあのドコモの i モードみたいなものです。 i モードってドコモで国内で無敵だと言ってても、 iPhone が本格的に上陸してきたらあっという間に凋落するわけですね。ドワンゴが今どんなにうまくやってきても、 YouTube がドワンゴと全く同じシステムを世界中でやりだしたら、多分ドワンゴは1年持たないんですよ。絶対に倒産しますので、この無料客を増やしていくというモデルを諦めて、どん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 可処分所得が多い層の中からロイヤリティを取るというふうなモデルにやっていると。そのためには何やってるのかっていうと、そういう人たちが見ている雑誌とか、あとテレビ番組の、つまりお金持ち層ですね。お金持ち層といっても、まあ、ドワンゴが相手にしてるのは、意地でも金を払わないという貧乏人を相手にしてたわけですから、そうじゃなくて、面白いものやったらお金を払ってもいいよ、ジブリはちゃんと映画館で見ますよという善良な方たちを対象にしようとしてるんですね。これまたアンダーグラウンドであって、あくまでその中学生高校生みたいな、金払ったら負け、メールアドレス登録したら負け相手のやつらをこれ以上増やしてもしょうがない。それよりはこちらの方にその層をどんどんシフトしていこうという考え方やってます。 なので多分こっちの方はね、もうある限界に達したんですね。でこちらの方に持っていく、でこっちの方に持っていくために、例えばその政治討論会みたいなものを やろうとしたり、とにかく普通一般客の可処分所得がある程度ある層っていうのに、この無料客を増やしていって、そこから有料を取っていこうという、僕はそのドワンゴの今回の変化っていうのは層を変えるということをやろうとしてるんやと思います。